あれなんだ僕は。あれすごくないこれ。あれあれこれ何これ。もう俺もう3時間おんねん。そっか、ごめんごめん。俺もう3時間おんねん。あ、まあもう言うとさ、そうコラボカフェがね、あのできたということで、はい、はい、僕初めて来ました。今みんなはもう2時間前ぐらいから来てる人もいるし、あとリスナー見てるって、あのリスナーがあのノートとか書いてるのを横にこの道を一人だけ出社になるように何通も歩いてました。すごい、俺見たかったなマジで。ちなみに今貸し切りなんで誰もいないです。はい、ってことで、まあ、もうグッズ紹介したからさ、まあ、みんな知ってると思うねんけど、まあ、こんな感じで置いてるよっていうのだけ。はい、これね、いやこれね、僕グッズの中でいっちゃん好きかもしれないですね。なんか景色と撮れるっていうね、インスタグラムみたいなやつ。あとクリアファイル、これもう学生いっちゃん使えるんじゃないですか。あ、ちなみにこれここにもう全部書いてあるから、はい、もうこれもう出した通りやけど、ちゃんとここにほら見本まで、ね、いつもネット販売でね、どんなのが来るかちょっと正直わかんないけどさ、今回はもう現地で買えるから、もう見て、缶バッジもさ、あ、みんな分のもあるんだ。そう、ランダムやのに、ほら、ちゃんとこれが出ますよみたいな、わかるっていう ねシークレットも。これもね、可愛いよね、ステッカー。いや、いいっすよ。学生証とかに貼れる。え、これ、普通にいい、なんかこれめっちゃ良くない？これなんか、こういって。買いますみたいな。ぜひジャンマケでやろう。え、めっちゃいいと思うな。もうバーってね紹介するんですけど、ラバーバンド大丈夫、こんな作っちゃって。大丈夫。めっちゃ多いよ。うわすごい。両手に参考。いやでももうね、多分今後出さないからね、ここでしか買えないこれは。首とかに。首がやばい。閉まる。死ぬ。あとこれみんなね褒めてたけど、あのキャンパスポーチということで。うん。何でも別に使えるんじゃない。あとこれ一応缶バッジつけやすいデザインにしてるんよ、これちなみに。あのね、汚したらお前買い取り。裏面がね、何も書いてないから。ラバーバンドもつきやすいね、大体。そうそうそう、マジで。そうそう、なってないよ。いやいや、これにか、これにか。ここにほら、もう見本までしっかりあります。これが、この見本なら触ってもいいの？いいよ、いいよ、いいよ。これ大きさ感わかるんじゃないですか。気になるでしょ。いや袋やめろ、そういうの出す。怒られる、怒られる。愛と夢と希望が詰まってます。あ、こっちにあるじゃん、 T シャツ。ほんとじゃん。で今回なんか L と M しかないんで、女の子が基本着るかなみたいな感じある。俺らだったら終わるね。俺アニメ派さんとかでもバーンってなっちゃうぐらいな、パンパンになる。アニメ派さんで、俺とテトがギリだよ。ギリね。なんかちょっとムキムキな人が着るぐらいの感じの。肩幅がちょうどいい。肩幅まんま着るよ。64cm。はいはい。あのね、俺さっきからね、カメラ向けてるけど後ろ映しちゃダメって言われたから、めちゃめちゃ。で、もうこれ後ろ見て。え、これ奏での増えた？え、奏でのないよまだ。まだない。はい、OK よ。いや、もう渡したって今。はい、これね、1日目、これ1日目の後なんよね。で、奏でのがなかったんよ。これ書いてなかったの？俺も。ごめんな、みんなにあんまりなんかサイン書いてしか言わなかったからさ。一人だけ。俺がサイン書くときね、ちょっと手震えて若干線がね、ほんにゃんにゃんにゃんって書いてるのよ。ご愛嬌だから。はい、あとこれが一番すごくない？この、これガチで、ガチ、実物っす。絶対臭い。やばい。絶対臭いこれ。やった、はい、全部揃った。これみんな縦と横バラバラやん今。バラバラ。くっそ。確かに。確かに。あともうこれよ、もうこれ、これすごいよ。これ後で俺家に持って帰るかもしれないですけど、このパネル。パネルね。ジャーマネが写真撮れるっていう。ジャーマネがサイン。あ、そっか、サイン書こう。サイン書こう。え、ちょ、誰のとこから？三河さんのとこから。まあ、ここら辺とかじゃない？シーズやったら。なんで俺やったらこことか。ここか。お、山行って書こう。え、早っ。お前書いてるとこ撮りたかったのに。一瞬で書きやがった。はい、こんな感じです。あ、いい、シーズ書く、いいよ。で、体で待って、シーズ撮ってるから今。はい、はい、こんな感じね。いいね。はい、次。おさらいね。俺最後やだ。怖いな。
あ、怖い。あ、もう分かんない。持ったらダメかもしれないよ。分からんよ。はい。脳内で調節。ここ失敗したら一番ダメ。やばいね。失敗したら失敗したで、それはそれで。まあまあ。おもろい。あ、そうや、失敗したら失敗したで、それもおもろいよ。そう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 。そう思うとね。いけるか。あ、怖い。あ。お、いいんじゃない？はい、よしたここやん。服だね。おいおい、この。あ、ガタガタルームね。よっしゃ。はい。次誰の格？はい、いい感じですね。全文格してない。遠目で見たらまあ。あ、いいな。え、なんかちょっとさ、雰囲気変わったよね。ぽくなったよね。ぽくなったね。ちょっとだけ。ちょっと話して。そうだ。で、ちょっとね、ご飯あるけど、ちょご飯一旦無視して、こっち。冷めるよ。いや、ごめん。これね、あのね。いいよね。もう、自由帳がね、置いてて、ここにね、メッセージが書けるんよ。3ページぐらい書いてくれてる。で、これ1日目やから、まだ。すごい。ね、結構ありがたい。すげえ、めっちゃ多くない？びっくりする。うちの家族もね。ああ、そう。僕の家族も。はい、姉と母親が来てると。妹も来たの。妹、え、俺、え、アンチ？違う。ゆきわさんが好きだからって書いてくれたんだ。え、どれ飲む？え、俺。自分の飲もう。ああ、確かにね。自分の飲もう。チェリー食べてもらっていい？4個あるから1人2個飲まなあかんから。なんでノルマ的な感じ。はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。めっちゃいい動画やんこれ。今日平和で、この辺で乾杯する。いや、俺マジで初めて飲むから。あ、うまっ。うわ、ジュース禁止してるからめっちゃうまい。これはね、思った5倍飲みやすい。夏最強っす。え、でも飯食うか、もう食べちゃおう。お前ら食ったから俺食べたいな。腕手で食う。あ、手はダメ。この水立てで食えって言うのか。今慌てて箸取りだから今行ったんだ。多分申し訳ない。いいよ、これ濡れても。俺のターン、アニメ派を召喚。これ、うるさすぎて俺がターンエンド。いいよ。あ、じゃあ今後、しずくんが実はめちゃくちゃ仲良くなるメンバーはこいつだ。仲良くないみたいな。めちゃくちゃ今後親友みたいになるメンバーはこいつ。仲良くないみたいな。バーナー。一番仲悪いから。一番仲良くなさそうなやつ選んでやん。一番仲悪いよ、この中で。敬遠の中のやつ選んでるやん。これはランダムだぞ。ありがとう。これランダム。これ一食ジュースか、何でも一食頼むと。これさ、その例えば奏のドリンクが飲んだら下に奏が来るっていうわけじゃないね。ええー、どれが来るかわからん。どうせやったら交差しようとこい。うん、あ、交差引こう自分の。いや、ちょっと俺はリカチーの顔面に飲むのみたい。うれえ。なんで自分のじゃないね。たこ焼きはマジでどっちもつけて食うのが俺の中で一番ベストだった。俺バジルだけが。え、バジルうまいよね。バジルがうまい。今日は嬉しいよ。え、おいしい。緑の、うん、バジルね。俺赤やから赤を置きたいけど、緑のが絶対おいしい。あれ取って、手伝って三種や。おいしいな。おい、待って、紅生姜誰も食わんやん。ちょっと悲しいって。焼きそば、これ感動焼きそばっぽい。お、テトさん。ちなみに、今回この焼きそばの、あの俺とシズの実は隠れ推しポイントが一個あるんですよ。分かった。はい、ナス。ナス。はい、ナス。俺動画編集してたね。ナス、じゃあ。ナス。あの、ごめんごめん、ナスからもらう。普段食えないんだけど、これもね、ナス苦手なんだけど。全然わからん、俺は。美味しい。美味しい。マジで。でも、ぐぞぐぞ感。これナス大好きだから。うん、美味しい。嫌いな人でも食べれるぐらい美味しい。そう、うん、いや、でもそれはガチで言ってんなと思った。動画見てなんかナスめっちゃうまいとか言い出して、お前焼きそばのレビューしろよみたいな。焼きそばのレビューしてみたいな。はんぺんも美味しいよ。はんぺんがね、結構いいんよ、本当にいい味が。お前焼きそばね。え、焼きそばやった、うん、焼きそばも美味しい。でもね、実はこいつが一番うまいから。
でもこれ思うけど結構量あるよね、女の子やったらこれ、うん、そう今4人で食ってるけど別に1人で食う、いける、よし、カレー、うん、カラー結構か、これはやることがあるでしょ、いきなり、俺やってないから俺がやっていいよね、これ、あ、ゆきちゃんいつものやってあげて、はい、いいっすよね、え、でもみんなやってたよ、お前え、でしょ、だからあれもレクチャー動画だったんだよ、ね、あ、ちょっと時間経ったから硬いパリーパリーよな、ちょっとちょ、ごめんなさい、ちょっとね紹介しすぎて、あの、ずっとあれやったから、そう、俺らの、カレーが置かれてるのにグッズ紹介してたから、うん、あのね、もっとね、ダランってなってるんで、もっとトロトロチーズなんで、皆さん、あの、試食会動画見てください、あの、もっとなってるんで、あ、でもココイチの話わかるかもしれない、でしょ、カットしたけど、わかる、わかる、わかる、美味しい、ね、なんか給食も、なんか言ってたよね、なんか美味しい、そう、思い出、なんか、若き頃を思い出す、これ、うん、あ、じゃあ唐揚げ手でいただきます、お行儀が悪い、ミニトマトいただいちゃいます、うん、これはいい、じゃあ次、かき氷、もうこれみんな見せたけどね、でもアイスはちょっと同時に食べた方が良さそう、あ、もう全部出そうか、溶けそうなやつ、もうデザート全部出そう、みんなで食べよう、三色団子、これが三色団子です、ね、はい、食べてますが、現在、現在すみません、僕ら食べるの遅すぎてかき氷マジで一番、なんか夏っぽいね、えら、もういいよ、これで引く、これで引きや、はい、俺で引く、これだけ食べていい、俺、え、いいんすか、おいしい、え、これめっちゃうまそうやわ、やっぱこれが一番うまい、え、このバナナ、このバナナのこれめっちゃおいしい、俺めっちゃ好きかもしれない、普通にバナナ見えるか、うん、あのね、普通に買うんよね、普段お店とかで普通においしい、これがガクチャが好きやろ、ほら、もう、うわ、汚ね食い方って思われてる食い方汚すぎません、僕ら大丈夫かな、違う、今食べたくて羨ましがって確かにな、うん、やばいだけどこれ書こう、これ いや、すごい、これ出していいんかな、いっか、これ丸パスゲームするから誰か勝手やってくれるかな、いや日付なんかみんな書いてるから7月18日閉店後とかないといけないでっか、何これ、え、丸×、え、丸×ゲーム、丸、あ、一人ずつね、ちょっと1個書いてるよ、え、これ明日もすごいことあってこれね、丸×、え、これ、いつどういうことだ、え、もうまま3日4日後とか、